4年に一度各大陸のチャンピオンを集めて行われるバレーボールワールドグランドチャンピオンズカップ97、戦いの舞台を広島に移して行われます。17連敗を喫していた韓国を破り、世界の壁ロシアを相手に大健闘した新生全日本女子、今日は中国との対戦ということになります。それでは放送席の解説をご紹介いたします。解説は日本が生んだ世界の名セッター中田久美さんです。中田さん、よろしくお願いいたします。お願いします。ここまで中国が2連敗、はい、そして日本は1勝1敗、はい、中国の不調がちょっと気になるところですね。そうですね、本来の、中国らしいところはちょっと見えないんですけども、でも今日はまたその今までの中国と思って食ってかかるとちょっと怖いですよね。そして日本攻める立場なんですが、この13番エース佐々木の左手の怪我、ちょっと気になるんですけども、でも本人は淡々と今日はやりますって言ってたんで、そうですか、大丈夫だと思います。今メンバーに呼び出されまして、この佐々木がスターティングメンバーで出場することになりました。この佐々木の大当たりというのが日本中国粉砕の鍵になりますからね。そうですね、その佐々木の活躍が非常に気になるところです。それでは今日も応援席を含みたいと思います。今日は応援席は藤井恒久アナウンサーです。藤井さん、はいはい、こちら応援実況席、連日熱パワフルに時に厳かにお送りしておりますが、今日はこの広島会場にふさわしいゲスト、生まれも育ちも広島、そしてミスターガヘル山本浩二さんです。よろしくお願いします。応援席は今日も賑やかにお送りいたします。さあ、まもなく試合開始です。日本の6人がコートに散っております。この13番エースの佐々木美希、左手の怪我という非常に不幸なアクシデントがあったんですが、それをものともせず今日もスターティングメンバーに名を連ねております。中国のサーブでゲームが始まりました。トスを上げてその佐々木を打っていった。中国が拾っていきます。アンダーで上げてレフトから孫悦押し込んでボールが落ちた。日本がサービス権を取ります。日本のキャプテンの田嶋が今サービスを打っていきました。ゆっくりと落ち着いて、さあレフトから打っていった、あっとこれがコートの中央に落ちます。中国はこの孫悦ですね。そうですね、今も思い切り打ってるわけじゃないんですけども、よく見てますよね、やっぱりね。そうですね、今日はこの中国の孫悦、そして日本の佐々木、その打ち合いが非常に注目されるところです。ネットに当たりましてサービス権が日本に移ります。日本の12番大掛郁美がこれからサーブを打つところです。速攻を決まって、なかなか日本得点を入れることができません。サイドアウトが続いています。日本対中国、広島で行われていますこのゲームです。キャプテンのライアブンのサーブです。速攻、あっとここでホールディングですね。ポイント中国、1点目は中国に入りました。ホールディングがありました。キャプテンのライアブンが2本目のサーブに入ります。アンダーで上げます。リベロのスクモ、ちょっと乱れたか、スパイク打っていった、ブロック決まりました。中国2点目。いいですね、ブロックね。日本はサーブレシーブをまずセッターに返さないと苦しいですよね。そうですね、はい、ちょっとこの立ち上がりのリズムというのがまだつかめてないという。そうですね、さあ丁寧に返したい、打っていった、これは拾われています。カキが上げて移動攻撃、繋いでいきます日本。さあ行け、速攻、あーっと決まった。2番の江藤が決めました。さあ日本はここから流れをつかんでいきたいところです。佐々木のサーブ、低いサーブ、いいサーブだ。さあこれは取れるか、ナイスカバ いいカバー、よく繋いでいった中国。さあ早く詰めたい、移動攻撃、決まった。出番ですよ、来ました来ました、今からこのセットあと、はい、15回出たいですね。この応援放送席の藤井恒久アナウンサー、おっとサービスは失敗です。藤井アナウンサーの声が1セットで15回聞ければ日本がそのセットを取るということになります。2対1と中国がリードしています。さあ熊前が打ってサービス権が移ります。それではここで日本のスターティングメンバーをご紹介いたします。日本はキャプテンの田嶋、そして長身の江藤、エースアタッカーはなんといっても佐々木、そして大掛といったメンバーがいます。
リベロにはつくもが入っています。17番のつくもです。そして一方の中国サイドですが、こちらはなんといっても孫悦に注意しなければいけません。そしてその孫悦の対角にいるリエン、これもバンバン打ってきます。キャプテンはライ・アブンです。このボールはアウト。中田さん、はい、なかなか日本はリズムがつかめませんね。そうですね、まあ、サーブレシーブが入ってないっていうのと、中国もねブロックが高いんですよ。だからやっぱり意識してしちゃいますよね。そうですね、はじめの要望。これはしかし、ワンタッチがありました、はい、サービス権が日本に移ります。慎重に熊前が打っていきます。あーっと、これもったいない。2本連続ですかね、サーブミス。こういったところで崩されてしまうというのがありますからね。はい、でもまだ全般ですからね、はい、中国はゴエバイのサーブ、あっとこれもネットです。一度引き離した流れ、それをもう一回相手のミスで戻すことができます。さあ、ジャンピングサーブ、大きいサーブ、いいサーブだ。レシーブ乱れている。さあ、乱れている。あーっと、やりました。決まった、日本2点目。このまま引いていきますよ、2点目。反応せ、反応、違う。応援実況席の山本浩二さんも思わず満面の笑みがこぼれておりました。さあ、レシーブ乱れた。いいサーブですね。スパイク拾った、つくも拾った。さあ、大抜きやめて、大掛け。しかし中国も拾っています。レフトからリエン、あと日本つないでる、ツーで打った。まだまだつながっている、ボールがつながっている。レフトからリエン、あ、拾った、つながっている。あとダイレクトで打った。うーん、ナイスレシーブなんですけど ねいいプレーが随所に出ているんですが、このリエンも中国チーム孫悦と並んで、独特なフォームでスパイク打つんでね、なかなかブロック読みづらいんですよ、この選手。そうですかね、はい、日本は佐々木が打ちますが拾われています。つなげるか、ナイスカバー、戻した、ナイスカバーだ。ブロック、チャンスボールは中国、孫悦、ナイスレシーブ、拾った。さあ、日本、佐々木拾っています。押し込んで、うまい、あ、拾った。いい感じですね、日本 ね、 そうですね、はい、ボールを拾ってますね、はい、足が動いてますね、さあ、徐々に勢いをつかんできた日本ですが、その日本のベンチサイドには川合俊一さんがいます。川合さん、はい、今日の試合前の表情などはいかがでしたか。やはりですね、中国ということでね、他のチームと対戦するよりも少し、ね、緊張感がね、日本にはあったんですけども、やっぱり点数がね、やっぱり1点2点取るごとに選手の顔もですね、和らいでいたような雰囲気ありますね。そしてね、江藤と田嶋、この中心の選手がですね、よく声出して、チーム引っ張ってますね。あ、そうですか、チームのムードとしては非常にいいものがありそうです ね、ですね。あとはね、佐々木選手がちょっとやっぱりね、今一つまだ調子乗ってないみたいで、左手がちょっと気になるんですけども、そうです、ね、ちょっと 振るのがやっぱり、怖いというかね、ちょっと左手があんまり上がってない状況ですね。その佐々木はここまで5回スパイクを試みておりますが、まだ1本も決めてはおりません、ここでこのセット1回目のテクニカルタイムアウトです。この番組は JT 松田とご覧のスポンサーがお送りします。香りが立つ、吸いやすさが新鮮です。ピーススーパーライト。37の室内を持つ新しいワゴンの登場です。おや、今日はリビングモードでお楽しみですね。ニューカペラワゴン誕生。 That's Mazda。 最大積載量679リット、これは冷蔵庫約3台分の容量です。小さく見えて大きく乗れる。デミオ、エアロデミオ登場。 That's Mazda。便利よね、ネットワークがどんどん広がる。すごいよな、こういうの。本当だよな、心地いいのよね、気持ちいい。誰かが頑張ってるのかな、見えないところ
支えています。総合設備エンジニアリング、金電。第1セット5対2と中国が3ポイントリードしています。あの随所にレシーブなどでいいプレーがあるんですけれども、そうですね、もう一つ流れを引き寄せませんかね。まあ、今はあの流れがこうどっちつかずって感じなので、あのとにかくサイドアウトで我慢して、何かのきっかけでこう流れをつかむっていう、今我慢のしどころ。我慢ですか、はい、ここでどれだけ持ちこたえられるかが、そうですね、この後の展開に影響あるわけですね、はい。まあ、一番手っ取り早いのがあの江藤のブロックが出ればですね、一気にこっちに流れが来ると思うんですけど、ブロックで試合の流れを変える、はい。さあ、ボールが中国コートに返っています。繋ぎ行った。さあ、上げて佐々木。あっと、アウト。今日はまだこの佐々木のスパイクが決まりません。ちょっと力みすぎてんのかな。この前回のロシア戦で試合中に左手をおよそ8センチにわたって切ってしまいまして、まあ、深さはそれほどないんですが、縫うことはもちろんしておりません。あの瞬間接着剤のようなもので今のところ傷口を塞いでいるという状況だそうです、はい。ただその佐々木本人は非常に元気で、はい、状態は悪くないんだということを話しています。ここでメンバーチェンジ、江藤に代わりまして大村が入っております。依然として中国がリード7対2、その差は5点となっています。大貫上げてライトから大脇、しかし中国もよく拾っていきます。あ、日本もつないだ。ナイスレシーブ。さあ、トスを上げて佐々木、拾われています。あ、速攻。あのね、中国のすごいところは、相手のスパイクレシーブをセッターに持っていく技術があるんですよ。はい、ここで日本がタイムアウトを取りました。頑張ってやってるのやん。待ってのか。入りが早い。7対2と8対2とその差は6点と広がっております。日本の福島監督がこのセットタイムアウトを取りまして、まあ、どういう指示が出ているのか非常に気になるところなんですけれども、そうですね、やっぱり あんだけ日本のチームロシアにですね、いい試合したので、やっぱりここでもね、もう一回勢いっていうんですかを見せてもらいたいですよね。そうですね、はい。中国12番の9アイカのサーブで始まります。8対2とその差は6点、中国リード。佐々木が打っていった。よし、あー、決まった。この試合初めての佐々木のスパイクです。ストレートに打ったの初めてじゃないですか彼女。韓国戦そしてロシア戦では大当たりしたその佐々木なんですが、今日はここまで元気がありませんでした。その佐々木に1本スパイクが決まっています。しかしこの孫悦がその流れを止めにかかりました。平川さん、はい、今日対戦相手の中国ベンチの試合前の表情なんですがね、連敗のショックというのはあまりありませんでした、ただ今日は第2戦で足の怪我をした大志良に代わって12番の9アイカが入ってますよね、その9アイカは少し緊張してるかなという感じでしたね。なるほど。で、日本でもおなじみの老平監督もね、まあ、とにかく自分たちのバレーをしなさいと、まあ、そうすれば恐れるものは何もありません、そういう指示を送ってました。実は前回のキューバ戦で中国は初金鋭が右の膝、そして10番の大志良が左の足首を負傷しました。その2人のメンバーが欠けるという中だったんですが、やはりこの辺りは、まあ、アジアチャンピオンという意地もあるでしょうかね。そうですね。あと7番のセッター、今日入っているカッキーですか、はい、これ正セッターですからね、はい。ここでこのセット2回目のテクニカルタイムアウトに入ります。37の室内を持つ新しいワゴンの登場です。おや、今日はリビングモードでお楽しみですね。ニューカペラワゴン誕生。 That's Mazda。 最大積載量679リット、これは冷蔵庫約3台分の容量です。小さく見えて大きく乗れる。デミオ、エアロデミオ登場。 That's Mazda。ブティックで私が洋服を選んでるときじっと待ってくれる彼、本当は早く一服したいのにね。そう、煙の少ないタバコだったわ。一番軽いフロンティアから煙が減りました。フロンティアピュア新発売。俺ってピュア。
かな。ヤンマン病気になるなよヤンマン、出川なんかするなよヤンマン、もう大人なんだろ負担かけるな。分かったよ分かったって。将来のことを考えてるか。フォワードがついてさらに強力、決めた。日清愛と勇気、ごっつんでした。ヤングマン日清。現在中国が7連続ポイント中、それを断ち切ることができるか。日本トスを上げて熊谷が打っていった、拾われています。あれをセッターに持っていくんですよね。さあバックアタック決まった。12番のキューアイカ、ちょっと緊張していたというキューが決めました。日本はここで熊前に代わりまして、12番の大垣が戻っております。4番の江藤が、星野が入りました。アンダーで上げます。速攻決めて、あそこまでサーブレシーブを持っていけば、日本はやっぱりサイドアウト取れるんですよね、ちゃんとね。そうですね、はい、さあ日本は現在9点差を追いかけるという第1セットになっています。レフトからソンエス、拾った、ナイスレシーブ、拾っている。さあ星野が打って、ちょっと近いかな、これは拾われております。スパイク打って、ああ繋いだ繋いだ、オーブラ、うーん、アンダーで拾って、さあ繋いでいきたい。星野が2回目、アウト、タッチはありません。トスを丁寧に。日本はここまでの2試合の勢いがちょっとこのゲーム鳴りを潜めてますかね。そうですね、やっぱり、よく拾ってるんですけども、やっぱり、最後を決めるエースポジションがちょっと今日元気ないですもんね。そうですね、今日は佐々木がまずスパイクを1本しか決めておりません。その佐々木の不調というものがこの重く日本女子にのしかかっているのかもしれません。佐々木バックアタック、ブロックが決まった。ポイント中国13点目。中国の勢いが止まりません。完全に流れを掴んでいる中国、押し込んで、さあレフトに上げた、リエンが打った、日本も拾っている。さあここからが大事な、星野、あーっと決まった、ワンタッチを取りました。4番の星野です。沖縄出身、沖縄の星とも呼ばれております。さあリエンが打っていった、さあ日本ここで速攻、あー拾った、繋いでいる、さあ決めろ星野、決まったー、来た来た、ソーリーさん、はい、いかがですか、間近で見て。今からね、はい、迫力があるから、これからリズムに乗っていけば大丈夫。これからですね、はい、日本、そして山本浩二さんのようやくポイントで声が出ました。低いいいサーブが入った、速攻決まりました。ブロックは日本2枚ついてるんですけども、それが有効になってないんですよね。あ、それが生きていないわけですね。中国7番柿のサーブです。速攻日本、あ、しかしブロックにかかりました。読まれてますね、ゴエバイのブロック。さあここで中国がこのセット最初のセットポイントを迎えています。トスを上げる、速攻移動攻撃、決まりました。キャプテンの田嶋が決めました。とにかくオリンピックでメダルを取るまではバレーボールをやめられないと話していますキャプテンの田嶋です。レフトからリエン、さあ拾った、スレシブ丁寧に上げて、大垣決まった、まだ諦めちゃいけませんね、諦めちゃいけませんね、そこからですよ。日本ポイント4点目、4番星野のサーブです。レフトからリエン、リエンのスパイクが決まっています。今当たってるんですけどね、手にね、ブロックがまだちょっと完全ではないんでしょうか ね、 そうですね、ちょっとタイミングが早いかもしれないですね、飛ぶのがね。さあ2回目のセットポイントになりました中国です。丁寧に来た、移動攻撃、あーっとボールは繋いだ、繋いだ、さあ押し返して、これはチャンスボール中国です。センターが落ちた、よしよしよし、中国も繋ぎます。一本止めろ、リエン早いとして、あーっと決まった。第1セット15対4、中国が掴んだ流れを離しませんでした。ここまでは JT 松田と
ご覧のスポンサーがお送りしました。おはよう。トータルケアの歯磨きアクアフレッシュ登場。おはよう。おはよう。3色でトリプルプロテクション、歯垢を落として歯ぐきを守る、虫歯を防ぐ、息も爽やかに。アクアフレッシュ。アクアフレッシュ、家族みんなのためのトリプルプロテクション。アクアフレッシュ。冬を知らない島がある。ゆったりのんびり気持ちいい、あったか沖縄。玉ねぎさんには泣かされるわ。サランラップで10秒チンすれば10 9。涙さんさよなら。ピッとぴったりサランラップ、コンパクト50メートル新発売。全国で相手の番号が分かるサービス、ナンバーディスプレイ始まります。誰かしら。あ、この番号お父さんだ。ご苦労様。出る前に分かるから安心です。ナンバーディスプレイ NTT。 しばらく損するけど、アイフォン。ヘアドクターのヘア 2x4 は地毛が伸びても切らずに戻して再利用だから、とってもお得。今ならヘア 2x4 1000本無料増毛体験実施中。ヘアドクター。行くぞ。第1セットは15対4と中国が圧倒的な強さを見せつけて取りました。日本のサーブで始まっている第2セットです。日本はこの第2セットからメンバーを変えてきています。2番の江藤に代わりまして14番の大村、そして7番の熊前に代わって4番の星野が入っております。中国はメンバーの変更はありませんでした。ジャンピングサーブ、低いいいサーブだ。トスを上げて佐々木が打って、ああ決まった。佐々木がこのセットまず決めていきました。どうしてもその佐々木の毛が、はい、やはりその8センチも切ったということで我々も結構すごいですよね。想像しただけでも痛々しいんですが、はい、どうなんでしょう。左手ということなんですが、かばうという意識はあるでしょうかね。さあ、来た来た来た。まずは先制点、はい、日本ですよ。これで連続ポイントいけばいいね。はい、はい、連続でいきましょう。第2セット日本が先制点を挙げています。1枚や、行く。その佐々木が怪我を押しての出場というこの日本対中国戦であります。バックアタック、ああ決まった。そこのコースはね、レシーブいないんですよね。12番の邱愛佳が決めています。日本1対0とこのセットはまず先制してきています。1番のキャプテンライアブンのサーブです。はじみが上げて、さあ大垣、サーブレシーブが短い。佐々木拾われています。レフトから孫悦、決まりました。ポイント中国1対1です。待て待て。この孫悦も前回の試合ではちょっと元気がなかったように見られたんですけれども、そうですね、でも決めなきゃいけないところは必ず決めてきますからね。そのあたりがやはりエースと言われるゆえんでしょうね。そうですね。さあ、このセットからメンバーに加わっております大村、サイドアウトを取っています。12番の大垣がこれからゆっくりとサーブに入ろうというところです。第2セット1対1、ジャンピングサーブの大垣です。ナイスサーブだ。レシーブがちょっと崩れた。孫悦押し込んで、さあ拾える、つないで、星野がアンダーで返すだけ。チャンスボールは中国です。トスを上げて速攻つないでいます。日本もつないでいる。さあ佐々木拾われています。中国打って日本拾った。さあこれはしかし返すだけになった。お互いに拾っています。孫悦押し込んで、ああ、日本これも取っている。星野決まった。このポイント根性でもぎ取りましたね。粘り粘り、はい、途中から入っております星野。スパイク決定率は現在5本中3本ということで 60% を示しています。さあジャンピングサーブ、トスを上げて孫悦、ああ早い早いトスですね。この辺りはやはり日本も見習っていかなければいけないところですね。さりと突き刺さっていきました。2対1と日本が1点リードしています。大村、ハート吸い込んで上がってる上がってる、上げて、あー、しかし中国コートに帰りません。ポイント中国で2対2です。日本はここで引き離されたらいけないと思うんですよね。どこまで踏みとどまれるか。そうですね、やっぱり25分過ぎるとラリーポイントになってしまうので。そうですね、はい。さあ日本が
サイドアウトを取りました。佐々木のサーブです。粘れ、深い位置まで持っていった。ディエンが打った。さあ繋いだ日本、攻撃はダイレクトで打たれました。赤い花子、やはりあのサーブがちょっと緩いので、全部あの中国のセッターのところにきちっと返ってるんで、もうちょっとサーブで崩した方がいいかもしれないですね。なるほど、はい、あ、決まった。現在2対2とこのセット同点となっております。これから大村がサーブに入るところです。左手の怪我をして出場している佐々木です。その佐々木に今日はやはりというかキレがありません。うわう、あ、非常に鋭いスパイク、ワンハンドトス、護衛台です。上げました。中国は孫悦あるいは李炎といったところが怖いんですが、この護衛台も非常に嫌なところから打っていきます。トスを上げてバックアタック決まった。佐々木、さあいよいよらしさが出てきますかね。ちょっとエンジンがかかってきましたかね。豪快にバックアタックを決めていきました。4番の星野のサーブ、深い位置、移動攻撃、あ、ワンタッチがあります。ワンタッチがあります。バックアタック佐々木が決めて取ったそのサービス権ですが、なかなか中国もその勢いというものを離してくれません。あの中国と試合してましてね、あのそんなになんかやられてるっていう感じじゃないんですけど、いつの間にか中国って点数が入ってるんですよね、はい、そうなんですか。すごくだからやりづらいんですよ。現在日本はこの中国を相手にしまして12連敗中であります。最後に勝ったのが94年の8月12日3年3ヶ月にわたってこの中国に勝つことができません。ワンハンドトスです今のね。一方の中国ですが、前回のグラチャンは2位、そして去年のアトランタオリンピックは銀メダルに輝いております。あっとサービスエースポイント、中国3点目です。上に上げろ上に。こうやってサービスエースが決まりますと、はい、中国に勢いがつきますね。そうですね。ジャンピングサーブ9以下です。オープンに相手佐々木、中国もよく見ています。さあレフトから孫悦、つないでいる、日本もつないでいる、サーブいった、あ、決まった。大掛けが打っていきます。4本打って3本。さあこの点数、点数、たじみのサーブが大事です。よしよしよし、手を差し控え。さあ孫悦レフトから、さあつないだ、トスを上げて打っていった、拾った、あ、つないでいる、ナイスレシーブ、ナイスレシーブです。しかし孫悦上げるだけ。さあ日本チャンスボール、早く決めたい。ちょっとこれは中断だったが、あ、日本拾っている。え、おっとこれは、あ、ホールディングがありました。日本にホールディングです。ベンチで見つめますクズワ監督です。あの韓国戦に勝った時のこのクズワ監督の喜びようといったら、それはそれはすごいものがありましたね。実はその韓国戦に勝ったその日の夜というのは、監督コーチそして選手も眠れなかったという人が多かったそうですね。それだけこの初戦の韓国戦にかけていた日本、その勢いを買っての今日の中国戦になります。低いいいサーブだ、孫悦、さあこれはつなげる、レフトに振って星野、あー決まった、まだ同点ですよ浩二さん、ここ離されちゃいけませんね。この後です、この後、はい、第1セットは15対4と大きく突き放された日本ですが、この第2セットは食らいついています。大掛けのジャンピングサーブ、低いいいサーブだ、いいサーブ、うわ、孫悦上がってる、さあ日本伝えていけ、よきだ、孫悦レフトから、これも取った、これも取った、ネット際、よっしゃー、ポイント、連続ポイントだ、連続、これで乗っていくそうですね。はい、どんどん行きましょう。日本が1点を勝ち越しています。第2セットに入って4対3と日本1点リード。この大掛けのサーブが非常に効いています。いいですね、後でシップも上がってますね今ね。さあ孫悦、やっぱり打ち方変えてきますよね、この辺りは中国の大エースの孫悦、黙ってはいませんね。老兵2世という呼び声が高いこの孫悦です。その孫悦のサーブ、あっとこれはアウト。日本はこの流れを大事にしたい、どうせずしてサービス権を得ました。佐々木美希が打っていきます。高く上げたサーブ、あっ、止まった、決まった、先に先に来ますね、はいはいはい、
日本2点差、5対3。ここでこのセット1回目のテクニカルタイムアウトです。中央に突き刺さります。ホエーバイが打っていきました。私どっちかというと中国と やるときに、まあ、あの孫月とかよりも、あのゴエーバイの存在がすっごく嫌だったですよ、やっぱり。そうですか、はい、それはどういったところでしょうか。高さがすごくあって、まあ、セッターの後ろでこうブロー片足で走っていく攻撃がありますよね、あれが、ね、すっごく速いんですよ。そうなんですか、はい、そういった面では日本がマークする中国の選手というのは、まあ、数に限りがないと言いましょうか、非常に注意力が必要になってきます。アンダーで上げました。カキが上げてライトが打っていった。アーフが入っている。ポイント中国5点目。なんか本人もなんかたまたま入ったっていう感じがしましたね。ただこういったものも試合の流れを決定づける一つの要因になりかねませんから ね。ここまでのところ中国の孫月、そして日本の佐々木、エースがなかなか打つことができません。さあ日本チャンスボールだ。日本チャンスボール、レフトから星野、さあ繋いでいった。もう一回大村が上げて星野、決まった。サービス権が日本に移ります。今みたいにですね、中国のブロックを利用する打ち方の方がいいですよね。あ、そうですか、はい、高いですからまともに打っていくとで全部ブロックかかっちゃいますんで、はい、当てて出すような今みたいな打ち方がいいと思います。そうですか、はい、さあ日本拾った。はじみが丁寧に返します。チャンスボールは中国です。リエン、あ、ナイスです。拾った拾った、強いで返っています。さあもう一回リエン、これも日本拾った。さあ日本チャンスボール、おつなぎました。あー、つながっている。リエン、これもつながっています。続いている、ラリーが続いている。星野、星野、赤いきてダイレクト、決まった。沖縄の星、星野、いいスパイクでしたね。こういった流れが欲しいですね。はい、まだついていってますよ日本。日本が1点差をつけました、6対5。大村のジャンピングサーブ、さあ止めたい。あ、この辺りはリエンのスパイク、ストレートで打ってきました。日本のエース佐々木ですが、ここまでそのスパイクを決めることができません。決まったのはここまで2本です。さあ前に振って星野、あっと、これは大きい。もう手に当たらなかったかな。うん、ちょっと不完全でしたかね。そうですね。日本はここまで中国戦12連敗を喫しています。3年3ヶ月にわたってこの中国に白星がありません。なんとかこのグラチャンで久方ぶりの白星を勝ち取りたいところです。大貫が田島拾われています。高く上げてリエン、スパイク決まった。ポイント中国7点目。クロスに抜いといてストレートに切る、はい、よく見てますよね。ちょっと愚痴のようなものがこのクズワ監督の口からも出ているように見受けられます。さあ星野が打っていった。低いボール、さあ星野が上げて、そうだ、バックアタック。あ、ちょっと合わないか。あ、ちょっとタイミングが合いません。 あっと中国もボールは変わりません。さあ日本は相手のミスも自分のチャンスにしたいところです。ここは我慢ですよ、我慢、我慢、はい、7対6と中国が1点リード、1点差を追いかける日本です。よし、あとタッチネットがありました。日本にタッチネット、サービス権が中国に移行します。でもいいレシーブでしたね今ね。そうでしたね、はい、コースに入ってました。リベロのスクモがよく取りました。あっと、これはネット。さあこの流れです。ここで日本はメンバーチェンジです。3番の大貫に代わりまして18番竹下が入ります。日本の女子バレー史上4番目に背の低いこの18番の竹下、159センチです。走り込んで、ナイスサーブ、ナイスサーブ。そのボールがダイレクトに返ってきた。さあ日本打っていった。ネット際押し込んだ、押し込んだ、決まった。追いつきました、7点目。流れを変えましたね、サーブが。はい、どんどんいきますよ。第2セットは一進一退の攻防になっています。7対7、日本がサーブ権を持っています。竹下のサーブ、ナイスサーブだ、ナイスサーブです。リエン、どこ抜けてんですかね。7対7と両チーム一歩も譲りません。レフトからの孫月のスパイクが決まっています。中国は12番 9Y 以下のジャンピングサーブ、ちょっと近いか、よく上げた、あ、決まった。
ボールは入っています。ちょっと近いかと思われたんですが、ギリギリのところでよくトス上げましたね、苦しい体勢からよく上げていきました。移動攻撃、あ、誰もいない。この辺はよく見ています。いいですね、キャプテンベテランライアブンです。7対7、依然として非常に激しい展開となっている第2セットです。竹下が上げて、ああ、決まった。この辺りはラリーが続きます。2枚だよ。大垣のジャンピングサーブ、ナイスサーブ、いいサーブです。体勢が崩れています。よしよし、中途半端だ。ボールが回転ついてますね、次もこっちに来ましたよ。いよいよでこれからでしょう。山本浩二さんも非常に冷静な目でこの試合展開を占っております。さあ8対7ポイント、日本が1点リード。ナイスアウト。日本のコートにボールは出させないぜ。この連続ポイントが欲しかった。2点差。さあ日本がその差を広めてきました。ここで中国チームがタイムアウトです。その試合の流れというものはよく一つのワンプレー、守備でも非常に変わっていますが、あのブロックが出ますとまた大きく、そうですね、ここでちょっと日本の方に流れ来ましたから、ここから日本が大事なことはボンミスをしない、ボンミスをしない、つまらないところでしない、さあここまで日本は9対7と2点差。今円陣を組みまして、これから選手がコートに散ろうというところです。第2セット日本が2点リード、9対7となっております。ナイパーナイパー、続けよ続けよ。2点差で日本がこのセットの流れは掴んでいます。大垣のジャンピングサーブ、トスを上げて孫月、さあブロック日本は止めている。ライトから拾えるか、うまいな、この辺りは誰もいないというところというものをしっかり見てますね。中国は孫悦のサーブです。ブリーさんちょっとレシーブであったか。159センチの竹下上げてスパイク、ナイススパイク、あー決まりました。いやー、その今途中から入りましたセッターの竹下、非常に大きな声を出して、そうですね、走り回ってますね、非常にいい動きを見せております。さあ日本サイダージャンピングトス、ライトからオムラ、ナイスキッポー。これね、あのセッターがすごく良くなってる、セッター、うん、はい、ここでこのセット2回目のテクニカルタイムアウトです。37の室内を持つ新しいワゴンの登場です。おや、今日はリビングモードでお楽しみですね。ニューカペラワゴン誕生。 That's Mazda。 こてっちゃん牛もつ鍋はうまい、本当にうまい。阪神巨人の漫才よりもうまい。え？こてっちゃん牛もつ鍋、雑炊もうまい。トヨタエコプロジェクト、電気で走ってます、ガソリンで走ってます。電気とガソリンのいいとこ取りで、ガソリン消費量と CO2 を2分の1に。あのハイブリッドカープリウス完成です。プリウス、俺さクリーム大好き人間なんだ。私ウエハース大好き人間なの。私はなんとチョコレート大好き人間なんだよ。誰？お父さん。け？セラセラ、おいしさ三つどもえ、ロッテのセラ、トリプル満足。 Go Plastic。水をはじいてピタッと粘る、ニュー撥水グラスピック誕生。 Get down love。 日本やっぱり冷えますね。ほんとほんと寒い。まちまち、ノールール、日本の風にはルールが効く。バンダイバンダイ、10対7と日本が3点リード。第1セットは見せ場を作ることなく敗れた日本ですが、このセットは3点リード、いい流れが傾いてきています。佐々木のサーブ、低いサーブだ、レフトからリエ、よし当たってるぞ。寒いかブロックしろ、あ
これは決まった。平川さん、はい、先ほどから柿に代わって賞金円が入ってますね。はい、浜子頑張れ。前回のキューバ戦で右膝を痛めました賞金英ですが、柿に代わりましてこの途中出場ということになっています。さあ竹下バックトス、スパイクトス、ナイストス、いいトスです。はい、その自分の体の小ささをものともせず非常に周りがよく見えているというプレーですね。大村のジャンピングサーブ、トスを上げてセンターから打っていった。上がる。さあ繋がっている、繋がっている。ダーッと返すのが精一杯です。チャンスボールは中国、スパイク決まりました。12番の9愛花。平川さん、はい、先ほどの中国ベンチの指示なんですかね、このセット全体にミスが多いと、それから12番の9愛花がどうも日本に狙われているようだと、このあたり落ち着いていけと指示が出てます。中国12番の9愛花はこれまでバレーボールの3大大会には出場したことがありません。国際舞台の経験はあまりない9愛花です。さあ日本拾った、レフトから星野、よーし、決まった。さあ日本が流れを引き寄せています。さあ行けるところまで行った方がいいです ね、 ですね。今ね試合時間が20分を過ぎてきています。ここで中国が13番の王麗奈が入ります。今回のワールドグランドチャンピオンズカップは25分併用ルールを使っております。第1セットから第4セットまでは25分を過ぎますとサーブ権がなくても得点の入るラリーポイントシステムに移行します。その場合は上限なしの2点差まで続けられることになります。そしてセット開始から20分を過ぎますとタイムアウトや選手の交代、そして怪我の治療などでは時計が止められます。トスを上げてオープンに振った、繋いでいる、あっと、あっとここはあタッチネットがありました。現在10対8、中国がじりっとその差を詰めています。さあ移動攻撃拾われています。アンダーで上げる、レフトから孫悦、あー決まりました。ポイント中国9点目。前回のアトランタオリンピックは銀メダルを獲得しています中国です。ここで佐々木のバックアタックが欲しいですね。あそうだ、それがまた日本の流れを引き寄せるところ、キャプテンの田嶋、移動攻撃で決めていきました。この佐々木が前までの2試合は非常に当たりました。バックアタックが面白いように決まってましたからね、はい、さあ押し込んで、よしよし、さあ日本攻め込んでいけるか。そうだ、レシーブ決まった。大垣が、ね、はい、決まると、ね、ムード盛り上がりますからね。あと4点ということ、はい、さあ日本はあと4点ということになります。11対9とその差は2点。勝負タイムは現在21分まもなく50秒になろうというところです。押し込んだ、ナイスレシーブ、さあチャンスだ、あ近いぞ、ネット際、よし、うまい、決まりました。あと3点コウジさん、セッターの竹下お気に入りです ね、はい、ものすごく頑張ってるからね。はい、さあ竹下のサーブです。その竹下のサーブでこれから日本があと3点を目指すというところ。走りながらのサーブ、ライトからブロックアウト。最後の締めがねちょっと足りないですね、日本はあと3点。第1セットは15対4で取られています。ジャンピングサーブ、低いサーブだ。さあ押し込んでセンターから決まった。よく見ていました大掛です、はい、あそこは必ず開くっていうことになってるんですね、はいはい、センターとレフトがああいう風にブロック飛ぶとあそこは絶対開くんです、さあサービス権が日本に移っています。日本12点、中国9点。バックアタック拾った、ナイスレシーブ、竹下がよく拾った。うわあ、ちょっとネットが近い、押し込まれて、さあまだつなぎる、あっとこれは不完全。竹下がバックトスを上げたんですがちょっとこれでは打てません。こういうミスがね、あと引かなきゃいいんですけど、あの中田さんが心配されていたボンミス、そうなんですよね、それがちょっと今一瞬見えてしまいました。トスを上げる、佐々木決まった。佐々木が怪我をものともせずこの試合出場。ここまではちょっと当たりが良くないんですが、ここからのその佐々木の活躍に期待したいところです。大掛のジャンピングサーブ、ナイスサーブ、さあ乱れている中国、さあ日本チャンスボール、竹下上げて大村決まった。大村
生まれ京都すらし京女、ここは広島会場、はい、大村が決めました。とにかく本人はバックアタックが大好きというこの大村です。攻撃参加も非常にしてくる大村ですが、さあ日本が大掛けのサーブは大きく外れています。さあこの第2セットも24分になりました。残り1分です。25分に入りますとラリーポイントシステムに移行していきます。ネット際スパイク打っていった、日本拾っている、竹下上げて腰の、しかしこの辺り中国も非常に落ち着いてさばいています。スパイク悪いと拾っていた、さあいいところにやりたい、頑張れ。レフトから星野、つながっている、まだつながっている、ライトから佐々木、ラリーが続きます。近いぞ、ネット際、ああこれも拾っている中国、もう一回ナイス、ああ拾った拾った、さあ日本決めろ、星野決まった。この粘り強さですね。いいですね、沖縄出身星野。さあ残り10秒で25分を迎えます。ゆっくりサーブを打ちに行く。さあこれがサイドアウトの最後のプレーになります。移動攻撃、さあ拾った、日本決めろ、スパイク、セットポイント、セットポイント、はい、これはあと佐々木町じゃないの。あ、そうですね、さあラリーポイントだ。日本がセットポイントを迎えたところでこのセットラリーポイントシステムに入ります。これより30秒間のスペシャルコーナーのラリーポイントシステムに入ります。国際試合では初めて適用されますこの25分ルールなんですが、ここまでのその試合にといいますと、やはり2点差以上あるとリードしているチーム有利になりますね。そうですね、まあ、そういった意味ではいい形でラリーポイントになってるんじゃないですかね。そうですね、14対9と5点差をつけて、はい、日本がセットポイントになったところでこのラリーポイントシステムに移行しました。30秒間のスペシャルインターバルの後選手がコートに散っていきます。さああとは佐々木町という声もありました。その佐々木が1セットよりは2セット目、そして3セット目もっといい活躍をするでしょう。お、あーっと決まった、孫悦が決めていきました。ポイント中国で10点目になります。しかし日本はここで決めればもうこのセットを取るということになります、はい、さあ慎重にいきたい、トスを上げて大村、あーっとよく見ています中国チーム、拾った、さあ日本大村拾っています、中国も拾っています、移動攻撃、ゴエバイ、さあチャンスだ、大村決まった、取った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 、これでこれからだね、追いついた追いついた、ここから3、4点いきますよ。第2セット15対10日本が第1セットを取りました。セットカウント1対1です。お前勉強好きか。嫌い。嫌いだったらやめてもいいんだぞ。そういう無責任なこと言うなよ。そっか。一つ上の通信教育 Z 会中学コース。エリスが目指したのは何よりも肌に優しいこと。メッシュにはちょっと出せない気持ちよさ、エリスワンダーワッフル。目指したのは草薙くん。地震による家屋の損壊を防ぐため、自建材の耐震リフォームをお勧めしています。お父さん一人では家は支えられませんね。なんだバカ野郎。リフォームするなら耐震リフォーム。スノーブレードもギア。ヨドバシカメラ安いぞ。 NEC ピコナが 21,800円、売れてる東芝インフィニアが 238,000円、ゼロックスコピパルが 39,800円、 AV が変わる DVD が 39,800円、新潟店は夜9時まで営業、ポイントカードで 5% 還元、全てが安い。ヨドバシカメラ。テレビ新潟映画試写会タイタニック、ほかほかキャンペーン実施中。三井ホームハウジングパートナー新潟中央ホームの協賛で12月10日新潟シネマワンに抽選で250名様ご招待。お申し込みはテレビ新潟まで。第3セットは12対11、中国が1点リードしています。さあ日本反撃開始です。中国ゴエバイのサーブになります。12対11、日本が1点追いかけます。大掛けです。真ん中誰もいないところに打ちましたが拾われています。ナイスレシーブ。さあ拾った、
上瀬頑張れ、たしみよーし、さあ日本追い上げろ、キャプテンたじみが決めました。決してタイミング的には合ってないんですけども、もう無理やりねじ込んだって感じですけどね。もうこれは意地で押し込んだという感じでしょうか、はい、ブロックちょっと乱れているか、リンが打った、お早いスパイクだ、さあ拾って、あーこれは帰れない、これは帰りません。159センチ19歳、竹下が滑り込んでいきましたが、つなぐことはできませんでした。第3セットはもうすでに23分30秒を迎えようというところです。コスを上げる佐々木、あーつながっている、このボールがつながっている、さあ日本チャンスボール、田島コスを上げる、今度は孫月、ナイスレシーブ、あー拾った、さあ拾った、日本日本決めるか、あー決まらない、トスを上げる、スパイク、さあ竹下拾った、田島が上げて佐々木、うん決まらない、孫月拾った、あー乱れて、よし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 、さあこれは日本返すだけ、チャンスボールは中国だ、日本止めるか、拾った拾った拾った、さあさあ佐々木、まだつながっている、まだついています、あーっと拾っている、拾っている、さあ田島決めろ、決まらない、さあもう一回やめて、さあクロスポーズ、孫月、あー決まった、ポイント中国13点目、日本しかしすごいラリーでした、日本は何回もね、取れる時あるんですけどね、はい、場内素晴らしいそのプレーに声援が上がっております。ネット際押し込んでいきますが決まりません、ライトから大掛け、よし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 、さあ間もなく25分を迎えようというところです。25分併用ルールで行われておりますこの試合です。このプレーがラリーポイントでタイムアウト、さあ拾った、なかなかつながることができません。ここで25分併用ルールラリーポイント制に移行します。ここでスペシャルインターバル、30秒間のスペシャルインターバルに入ります。あの孫月李艶のスパイクもすごいんですけれども、日本それも拾ってますからね、はい、上げてますからね、問題は日本の決定力あとはボンミスをなくす、はい、自分から積極的にプレー しに行かないといけないですね。そうですね、はい、さあサーブ1本が非常に大事になってきます。ラリーポイント制に入りました第3セットです。13対11と中国が2点リード。そうだ、ここでレシーブ、ここでレシーブね、ここから連続でいかなければいけません。13対12、1点差に詰め寄っています日本。サーブが大事だ、低いサーブ、孫月、あー決まった、14点目、中国がセットポイントになりました。2点差を追いかける日本、中国はセットポイント、セットカウント1対1で迎えている第3セットです。竹下上げる、あーっとちょっと力がありません。孫月拾った、打ってきた、ついていかないと、ついていかないと、粘り粘り盛り上がってきてるからね、はい、今粘り粘り、大村の鋭角的なスパイクが決まりました。ポイント日本で13点目。さあレフトから孫月、ナイスレシーブ、拾った、さあ拾った、あーしかし日本は返すだけ、あー決まった、15対13、第3セットも接戦になりましたが、ものにしたのは中国です。セットカウント2対1、中国が第3セットを取りました。ゆっくり自分を感じる瞬間、美に前向きなあなたへ、ボディブランドラボーテエルフィー、ラボーテエルフィーエステティック、好きにしていいのよ。よし、好きにさせてくれる？好きにしていいのよ。本当に好きさせてくれる？うん、好きにしていいのよ。好きなの選べる。種類が増えたワンカップ大関。私このままおばさんになっちゃうのかな。ジーンズでも買いに行こうか。え？ジーンズ。
アイラブジーンズ。スタッドレスタイヤください。そんな店よりもあのスタッドレスタイヤください。スタッドレスタイヤザ・クザク。オートバックス、今がチャンス。よく聞く地の薬はないかと、ボラギノールは考える。それは早く溶けること。地にはボラギノール。今年も来たわね。早くこっち来て。今年の目玉がいっぱい。早くいらっしゃい。21日からハイブ長岡にやってくる有田焼大陶器祭り。第3セットは大接戦、15対13で中国が取りました。セットカウントは2対1、中国がリード。そしてスパイク決定数なんですけれども、まあ、中国は孫悦17、理解できるんですが、やはり佐々木がね。そうなんですよね、あんまり決定とか本数は変わらないとか、日本の方がまあいいところもあるんですけど、そこに佐々木選手の名前がないっていうのは残念ですよね。もうその日本佐々木、中国孫悦、その対決が見ものだったんですけれども、うん、ちょっと佐々木に元気がありません。竹下が上げて打っていった。しかしこれはアウトです。左の手を8センチにわたりまして、深さはそれほどないんですが切ってしまいました。ご覧のように包帯をぐるぐる巻きにしてこの試合に出場している佐々木です。まあ、その今日の練習なども普通に行いまして、特に影響はないとは言うんですが、まあ、どこかしらプレーの最中にかばってしまったりですとか。そうですね、まあ、スパイクよりも私ブロックの方がなんかこう気になるんじゃないかなと思うんですけど、ただこの佐々木はそういうことは自分では口にしません、はい、周りが心配はするんでしょうが、本人は至って明るく振る舞っていたということです。このセット最初からセッターには竹下が入っております。第2セット第3セットムードを作っている竹下がこのセット頭から出場しています。孫悦決まりました。中国1点目。その試合が始まった当初は孫悦もちょっと元気がないかなと思ったんですが、徐々にやはり来ましたね。調子悪いっていうふうに思われてても、ああいうスパイク打ってきますからね。調子いい時はどんなになっちゃうんでしょうね。そうですね、まさに手がつけられない状態になってしまうんでしょう。老兵2世という呼び声の高いこの孫悦であります。日本は佐々木のジャンピングサーブ、速攻ブロック決まった。追いついた、追いついた、1対1、はい、やるよ。1対1の同点に追いついています。第4セットです。ジャンピングサーブ、移動攻撃、はい、あ決まった。5エーバイ。今のもその前にセッターのすぐ後ろのブロード攻撃から次はアンテナのところまで伸ばす攻撃って変えてきてるんですよ、やっぱりね。あ、はい、またそれが日本に足りないところなんでしょうね、はい、それを読まなきゃいけないんです本当は。さあネット際押し込んでいる。おっと、あーと合わない、合わない。そういうことは、これはどうしたんでしょうかね。サイミスですね。あ、サイミス、はい、平川さん、はい、中国老兵監督はね、よくボールを見ていけば、それからね、レシーブをきっちりしろと指示を送ってます。それからね、日本のムードがいいというのを読んでるんですよね。会場の雰囲気に飲まれるなと聞いてます。2点目、2点目、流れが来ましたよ、ね、流れ来ましたよ。2対1と日本が1点リードしています。さあ連続ポイントなるか。よし、大村拾われています。移動攻撃、やっぱり中途半端な攻撃をしてしまうと、きっちりやっぱり切り返してきますね。そうですね、その中国の老兵監督はレシーブをしっかりしろという話もあったそうです、はい、そのしっかりがですね、強打をセッターに持っていく、それがきっちりなんですよね、はい、あ、上げるだけでいいっていうレベルじゃないんですよ、中国の場合は。そのレベルの差があるわけですね、はい、ポイント中国で2点目です。第3セットも序盤から競って、そしてこの第4セットもここまで2対2となっています。バックアタック佐々木、アウトです。中国が3点目。
この佐々木が打ち始めるとこの日本の武道も変わってくるんでしょうけど ね、せっかくあそこまでレシーブしてつないでいってますからね。大村が決めました。大村頑張ってますね。そうですね、はい、ここまで決定率は 41.5%、 その大村のジャンピングサーブです。センターからさあ拾った田尻、よし決まった。いやこれキャプテン田尻移動攻撃、今からどんどん移動しろ、どんどん移動しろという声が応援席から上がっております。そればっかりでも困っちゃうんですけど、まあ、多彩な攻撃を、ね、はい、もっと日本は仕掛けなければいけないんですが、速攻来ました。非常に速い。遅いんじゃないの、お前はそれだけや。3対3とこの第4セット、日本と中国が非常に競っております。田尻押し込んで拾われています。このボールはアウトです。さあこの流れを大事にしたい日本です。まずはサーブですね。4番の星野が打ちます。さあ拾った、上がってる竹下、上げて田尻、ナイスコース、決めた。さあ小石さん、ここから引き離すポイントは何ですか。もう気持ちしかない、粘り、気持ちですか、粘り、気持ち。日本はこの中国のスパイクを再三にわたって拾ってきています。粘りという面をもっともっと出して繋いでいきたいところですが、拾うことができませんでした。あそこのレシーブ結構決められてますよね、あそこのポイント、はい、だからそろそろ守り方を変えなければいけないですよね。4対3と日本が1点リードしています。第4セット、さあこのボールが拾われて、ナイスコース、さあ日本チャンスだ。大掛けで孫悦、日本拾った、さあいけ、ブロック、ブロック決まりました。中国4点目。日本がこの流れを変えるにはどうすればいいんでしょうかね。サーブレシーブをまず入れるってことと、やっぱりエースが頑張らなきゃいけない。エースがね、はい、ただ今日はそのエースが思ったような活躍をすることができません。4対4、サービス権が日本に移っています。ナイスサービス、竹下のサーブ、やっぱり竹下か、竹下です。ここで日本5点目、このセット最初のテクニカルタイムアウトです。キャンパス塗った、ツヤ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 リップになった、縮んじゃう不思議リップ薬用キャンパス新細身、こんな色なかったね。キャンパスアポデビュー。走りの遺伝子が目を覚ます、すべてが生まれ変わった。 Honda DNA New Accord Double Present 贈りましょ。桃田新井のギフトをもらったとするわな、うんうん、使ったとするわな、うんうん、ゴシゴシすごい、ゴシゴシしっとり、あいつにはもったいない、100% 植物性が嬉しい桃田アロエの贈り物。金も新潟広告協会主催97広告セミナー11月26日新潟ワシントンホテルで開催。講演テーマは金融ビッグバンと最新通信事情。聴講ご希望の方は新潟広告協会まで。即応歌の大辞典、今回は今から23年前に遡った昭和49年11月のトップ10をお届けいたします。思い出のあの名曲が続々登場。そしてスタジオには当時のビッグアイドルもゲスト出演します。あの懐かしい昭和の名曲と最新のヒット曲をたっぷりお届けいたします。水曜夜8時こうご期待。さっき最後にコマネチお願いします。5対4、1点日本がリード。大垣のジャンピングサーブ、さあ繋いで拾った、大垣ナイスコース、ポイント1本来たよ。今のリズムね、2点勝ってるんですよ、はい、
6対4とその差は2点に広がっています。ちょっと中国のエース孫悦が首をかしげるシーンが見られました。リズムが日本に傾いています。あっと中途半端な体勢で、しかしボールが日本コートに入っています。12番の邱愛華のサーブです。竹下ネット際端に入れていくが、あっとこれはタッチ、マーカー外ということで、このボール中国ポイント、中国5点目です。あっとネットにかかります。さあ中国にも今日はこういう隙があるんですからね、今ですよ今。今回のグラチャン、中国は2連敗でこの日本戦を迎えています。優勝候補の筆頭にも挙げられた中国ですが、ちょっとここまでのところ調子が出ていません。外野分のスパイクは決して強くはないんですけど、ーコースを本当に変えて打ってくるんですよね。その老兵監督も一打一打常によく考えて単調にならないというところを評価しています。スパイク拾っていった孫悦、ボールがそのまま返った、繋いで、ああボールが返りました。ホームラン、あナイスレシーブですよね。よく拾っている、よく拾っている、決まりました。護衛倍のスパイクが決まっています。あれもただ中国チーム上げてるんじゃなくて、セッターの周辺まで持っていくんですよね。キャプテン1番ライアブンのサーブ、中国が追いつきました。6対6。竹下上げる、大掛け押し込んでトスを上げた孫悦。さあレフトから佐々木、決まりました。ワンタッチがありました、はい、サービス権が日本に移ります。今日本はですね、竹下が相手を振ることを考えるんじゃなくて、ゆっくりアタッカーが打ちやすいトスを上げてあげることが大事ですよね、しかし日本ここでサーブミス、サービス権が中国に移ります。孫悦のサーブです。6対6。あーっと合わない、ポイント中国7点目。慌てない慌てない。さあ木村が上げて中央からタッチがあります、アンタッチあります。おっとポイント中国で8点目になりました。タッチはありませんでした。コスを上げる佐々木、よし、あー決まった。さあ佐々木に少しずつですが当たりが出てきました。チームのベスト3には今日はこのスパイク入っておりません。さあ拾った、さあ日本ホームラン。あのトスをですね、もう一つゆっくり、で慌ててこう前のめりに打ってるような感じ。あ、はい、はい、拾った、中国は拾っています。スパイク、あ、繋いだ、さあ繋いだ、ホームラン、これも中国拾っています。リエン決まりました。中国9点目、3点差とその差が広がっています。ここで日本のクズワ監督がタイムアウトを取りました。ちょっとしたそのミス、リズムの狂いから、その試合の流れというのは大きく変わってしまうのがバレーボールですね。そうですね、やっぱり6、8ぐらいの時に、結局自分たちのミス、相手は何もやらないでうちに点数がやっぱ中国に入っていっちゃうじゃないですか、はい、あれがね、やっぱり流れを変えちゃうんですよね。現在のところ9対6と3点差、まあ、中国がいつの間にか点を重ねているという印象ですよね。そうですね。第4セット9対6と中国がその差を3点と広げてきています。移動攻撃、あーっとアウト、ポイント中国10点目。ここでこのセット2回目のテクニカルタイムアウトです。
ゆっくり自分を感じる瞬間、美に前向きなあなたへ、ボディブランドラボーテエルフィー、ラボーテエルフィーエステティック。キャンパスリー、キャンパス塗ったツヤ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 リップになった。縮んじゃう不思議リップ、薬用キャンパス新細身、こんな色なかったね。キャンパスアポデビュー。Breakthrough the wagon. 革新はまずスタイルに。Brand new Accord wagon. お求めはお近くのホンダクリオ新潟、ホンダクリオ長岡へ。お邪魔するわよ。あ、お母様。何時に何？お昼まだでしょ。はい、お寿司。いらっしゃい。ネタも増量、シャリも増量、本格お寿司。あの子ホタテしか食べなかったの、子供の頃。ローソン。Makes me want to stay all night. 雨の日の撥水サイエンス、インタンクなのに驚きの撥水、雨天決行コスモスケミカル。11月30日生放送とリンクしてインターネットでビンゴ大会を開催。ビンゴ達成で豪華賞品をゲット。詳しくはご覧のアドレスへ今すぐアクセスしてね。第4セットは10対6と中国が4点リードしています。6対5の時点から中国が6連続ポイントを重ねて、この試合第4セットは流れが中国に傾きつつあります。セットカウント2対1、中国がリードしています。このゲーム第4セット、大村ちょっと不十分か、ゴエーバー押し込んだ、拾っています。日本さあ行け、木村決まりました。途中から入ってきました、はい、木村久美です。今ちょうどトスが近かったんですけども、よく打ちましたね。そうですね、はい、とにかく本人はレシーブをまず完璧にしたいと話している木村です。粘れ、ディエンです。おっとブロックやってきた、やってきた、これからこれからこれから連続だ連続だ。山本浩二さん、そして藤井スネスアナウンサーの久方ぶりの仕事になりました。さあポイント日本10対7、その差は3点。移動攻撃鋭く決まりました。さて3点差、日本が追いかける展開になっております。日本のベンチサイドの河合さん。はい、河合です。今のその日本チームのベンチの状態というのはどうですか。ですね、大貫あるいは星野、あたりがですね今控えております、はい、多分この後メンバーチェンジで入っていくんではないかと思うんですけども、11対7と4点リード中国です。あとアウトです。中国ポイント12点目、その差は5点と広がりました。早く止めなければいけません。現在日本はこの中国に対しまして12連敗中。さあつないでいる、ブロックブロック。さあ中国も慎重だ、ライトからアウト。5点差を追いかける日本です。10点まで。さあ途中から入りました木村のサーブ、ああこれは長い、アウト。こういったミスなんですね。あと竹下上げて佐々木に集めるか。さあ今度は大掛け、ああネットを越えない。ポイント中国13点目。94年の8月12日に勝って以来、日本はこの中国チームに勝つことができません。数えた連敗は12連敗で今回のグラチャン中国戦を迎えています。ああ決まった、14点目。さあ中国がマッチポイントを迎えました。リサーブ、移動攻撃、ブロック、さあ拾った、日本返せ、拾っています、中国も拾っています。孫悦体勢不十分、ツーで返した、危ない。いやしかし竹下も勝負をかけました。なかなかできないですよ、この場面ではね。ツーで返していきました竹下です。あと、決まった、ポイントです。
この流れをね、まだまだ俺たち喋りたい、頑張れ日本。さあここで中国の老兵監督がタイムアウトを取りました。返還直前の香港から世界に送る香港ダイヤ総会タッチ&マギー、この秋早くもビデオ化。お問い合わせはお近くのビデオレコードショップまたはご覧の宛先まで。テレビ新潟ホワイトシーン98 in 奥多摩丸山。今シーズン最初は奥多摩丸山でのスキー&スノーボードツアー。ホテル奥多摩丸山山荘に泊まって滑り放題の2日間。12月13、14の土日開催。参加費はバス利用で15,000円。お申し込みはテレビ新潟スキー&スノーボード係かスポーツブティックパルモア、大宮スポーツ、大原スポーツ、スポーツプラザエディフィアへ。今回の笑ってこらえてダーツの旅は長野県尾身村。そこでスタッフの見たものは驚異の虫食い文化だった。じゃあ待って、スタジオ総白。さらにスタッフは年間30人は死ぬという王様取りに同行した。自分がライターつけていいって言ってからつけてね。大丈夫ですよ、私も手足。深夜の山奥で静かに我々を待っていた危険な王様とは。笑ってこらえて11月19日夜7時。コーセーファンデーションフェア、透明感のある自然な仕上がりにコーセークリアベールファンデーション4色、このボードが目印です。抽選で20名様にブラックトップスお買い物券をプレゼント。ブラックトップスでフェア実施中。全日本バレーエース泉川雅一、グラシャンバレーに向け山でマル秘特訓中。頼むぞ泉川。日本世界一になれるのか。グラちゃん頑張ります。グラちゃんバレー97、明日は日本対キューバ。竹下のサーブ、ワンプレーワンプレーが大事になってきました。さあ孫悦ポーズだ。バックトス、ああ鋭いスパイク、12番の QY か。ここで2回目のマッチポイントに入ります。アトランタオリンピック銀メダル、そしてアジアチャンピオンの中国、鋭いサーブ、頑張れ、返せるか佐々木。ブロック拾っている日本、もう一回佐々木、あ中国拾って返している、返している。さあゆっくりアンダーで返します。さあ日本もゆっくり丁寧に攻めたい。佐々木決まった。日本も踏ん張ります。最後までもちろん諦めるわけにはいきません。さあレフトから孫悦、あーとブロックを抜いていきました。フェイントで入れていった中国。さあマッチポイント3回目に入ります。キャプテンライアブンのサーブ、スパイク、中国拾っている、レフトから孫悦、決まった。15対18、セットカウント3対1、日本対中国戦連敗が13となってしまいました。日本は対中国の連敗を止めることはできませんでした。今回のドラちゃん日本はここまで1勝2敗ということになりました。放送の解説は中田久美さんでした。中田さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。広島から失礼いたします。